財務省が二十四日発表した二千二十三年の貿易統計によりますと。輸出から輸入を差し引いた貿易収支は。九兆二千九百十四億円の赤字でした。赤字は三年連続ですが。赤字は一年前と比べ、およそ半分に減りました。輸入額は原油などの資源価格の高騰が和らぎ、減少しました。 輸出は2.8%プラスの100兆8866億円となりこれまで最大だった2022年の98兆1736億円を上回りました。